二頭夢のさん、大暴れやん。二頭ちゃん大暴れやん。なんか一時期もたんまり決め込んでたのに、なんで、あれな。何大暴れしてんの？大暴れやな、ほんまな。いくよ。女を盾にして自分の私利主張を広めようとするのいい加減にやめてほしい。それで活動妨害され、実害が出たり、生活や命が脅かされるのは私たち、擁護するふりして、した、サハの男たちも含め安全圏からコラボを利用した発言をし、自分の主義主張に女からお墨付きをもらってるかのように振る舞う、おうとするのやめろ！もう一遍言うよ、頭だけ。女を盾にして自分の主義主張を広めようとするのいい加減にやめてほしい。女を盾にして自分の主義主張を広めようとするのいい加減にやめてほしい。女を盾にして自分の主義主張を広めようとするのいい加減にやめてほしい。3回言いました、大事なことなので。お前だよね女を盾にしてるのお前とかをいっぱいいるよね、他にもね。私は変な声でツイートを読み上げられた。福藤氏さんとかもすぐ女だから妨害受けてるとか言うよね。女を盾にしてるよね。まさに私たちは買われた、なんか女を盾にしている代名詞みたいな使い方やんな。私たちは買われたやで。女盾にしてるよね。ねえ。とにかく赤いピンハネとかに注目がいかないようにしてるんかな。ああ、だからほざいてんや、最近。張り切って。刺さっとるよね。もうでも、こいつらもうブーメラン刺さる。前から言ったけど、有名じゃない。優秀なブーメラニストは、自分にブーメランが刺さってることを無視して、っていうかもう気づかずにブーメランを投げ続けられるのが優秀ブーメラニストだからな。もうそれも二頭ちゃんなんで、トップブーメラニストの一人やからさ。トップフェミニスターはもうトップブーメラニストでもあるからさ。とても勝利宣言した側とは思えない。ほんまだよね。女の盾物理。はい、これね、辺野古へ行って女の子と一緒に行って、あれ、何やったっけ、俺の替え歌。公金もらって辺野古へ行くぜ。なぜか女の子も一緒だよ。のことやな、これな。それが正しいつもりなんだってさ、の件やな、これな。まさに。はい、ほんで、強制排除。当然ね、違法行為なんで、機動隊は排除しようとするわけですよ。そこで、まあ、排除するんで当然触りにかかると、セクハラだーって。はい、これ女を盾にしてるんじゃないんですか、これは。ね。これは女を盾にしてるというのは、こういうことが、まあ、まさにこういうことじゃないんですけど、うえーみたいな、こんな、なんか、手でこうやって守る感じしてさ。わざとらしい。ほんで、ぬわりには薄着やの、お前ら。めちゃめちゃ露出激しいやないけ、ほんで。めちゃめちゃ女盾にしようとしてるやろ、お前。こんなもんジャージで行ったらいいんちゃうんか、こんなもんよな。で、こんな薄着で行って、それで排除されそうになったら、セクハラですって言ったら、女の盾ですな。まさに、お前や。お前や。女性という属性を盾にして、辺野古を基地に座り込みに行って、触らないでセクハラだよなどと叫ぶ人もいますからね。誰のことやろね。誰のことやろな。全くその通りですね。これだけのことが明らかになっているのに、誰も責任取ろうとしないというところですよね。何ドヤ顔で言ってんのこいつ。腹立つわ、このドヤ顔。誰も責任を取ろうとしないというところですよね。腹立つわ、この顔。女性という自らの性別を利用して、自分の主義主張を広めようとするのいい加減やめてほしい。ね、今空さんを提訴したときに女性全員を盾にしてました。ほんまやんな。全女性に対する攻撃ですとか言ってたやんな。アダルトビデオは女性に対する虐待です全く関係ないこととかも出しながら、女性を盾にして、総攻撃したよね。ほんで、女性は、百何十年前に、なんか権利、選挙権を得るときにバッシングされたんですで、全く関係ない、なんか時空を超えた話もしてたよね。それを女を盾にしてるって言うんじゃないんですか。あの会見こそがもう全面的に女を盾にした会見じゃないんですか、二頭ちゃんよー